皆さんこんにちは。今日はフリルの書き方をやっていきましょう。フリルってやたらふにゃふにゃしていて難しいパーツの一つですね。しかし構造を理解して練習すれば書けるようになります。まずフリルですが、このように布の根元を縛ると、そこに向かってシワができます。布の先端は波打ったようになります。この時、布は表と裏地が見えるようになります。では、フリルを描いていきましょう。まずはフリルの断面を描いていきます。そして根元に縛られている縫い目の絵を描いていきます。縫い目に向かってシワ、そして裏地の線を入れていきましょう。布の裏地が分かりやすいように線を引いています。できました。ポイントです。フリルの裏地を見せる。縫い目に向かってシワや裏地の線が集まる。では次にスカートの裾などでありがちな奥行きが出るフリルの描き方です。まず輪郭から描いてみます。次に見える裏地を描いていきます。すると奥側からぐるっと手前側に向かってきていますね。すると奥側のフリルは裏地があまり見えていません。しかし手前のフリルは裏地が見えています。おさらいです。フリルは絞られているので、うねうねができるので裏地が見えます。フリルはどこから見ているのかで裏地の見え方が変わります。今日はここまで。このようにこのチャンネルでは絵のことについて発信しています。いいと思ったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。